誰でしょう。11人目、六角レッドハート。どうぞ。田野さん一言ありましたら。そうですね、いやもう僕は本当に田野さんがもう大喜利始めたばっかりの頃からずっと追いかけてるんですけど、とうとう今日最終回を迎えるという本当にね、見送りたいと思います。はい、お願いします。田野さん、いや本当に僕が一番最初に生大喜利を始めた時にいた人が栄野さんなんですけど、あー、大喜利の箱にどうしたの、行きましたね。そしたら自己さんと、杉田さんと栄野さん、そうそうそう、全然お客さんがいなくて、そうそうそう、そっからね、ここまで、田野さん、はい、ちょっと感慨深い。そうですね、もうあの時ね、4人で大喜利してたら、もうこんだけお客さん呼べるようになって、いやらしいですよ。それでもね、お分かりになってしまうの死んじゃうんですね。6時になった瞬間に倒れると思ってます。はい、死にます。はい、それでは、お題を出し、お題の選択肢を出していきましょう。選択肢はこちら、左が嫌だお題、右が事情聴取です。嫌だお題。嫌だお題。なるほど。嫌だです。ちょっと待ってくれ。あ、これでいいね。お題作成バラケツ。お題はこちら、こんな駄菓子屋は嫌だ。は嫌だ。この題で3分間スタートです。加工なし。ザ・ヨーフ。ザ・ヨーフ。駄菓子屋。まあ、そうか、さすがない。団体ではそんなに足らないかもしれないんで。駄菓子屋ですね。まあまあ、おなじみはまあまあ、最近で薄れてるかもしれないですけどね。BGM も復活しました。やった。よかったです。やったぜ。はい、これで沈黙も怖くない。はい、六角電波さん。学校を囲むように次々だし、もう学校でもベビードーナツが売り始めてる。侵入してんだもん。怖いな。すごいな。購買行ったらベビードーナツしかない。別にいいけどさ、その買うかもしれないですけど。駄菓子が嫌だ。はい、タモさん、タラタラしてんじゃねえよ、ギタリストのやつがギターじゃなくてウクレレを持ってる。だいぶタラタラしてるな。ゆっくりだね、ゆっくりだね。いきます、六角電波さん。客がいる前で仙台が今代を叱りながらやっている。ミサイル見てほしくないな。そんなにね、厳しいとこじゃないと思う。緩いね、なんかおばあさんとかがね、そうそう、やってるイメージありますけども。緩さですからね。そうそうそう、仙台とかないんですよ。仙台とかその旅館とかみたいな、そういう確執とかないと思う。利益もそんなないしさ。そう、まあ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 、そんなね、単価とかも安いから。私はやだ。10円20円のもの売ってた。はい、楽しさ行きましょう。で、梅干しウルトラ三兄弟、実は行き分かれた梅とか。駄菓子屋。六角電波さん、盲導犬通れるくらい棚の間に余裕がある。結構ね、狭いですけどね。なんか普通、お菓子が細かいのがね、やっぱり詰め込んだみたいな。盲導犬取れるぐらいってなったら、もう普通の人幅よりはるかにですからね。本屋とかの目の前じゃないから。なんだろう。残り1分ぐらい。はい、田野さん行きましょう。駄菓子屋のおばあちゃん、グラフィックデザインの資格を持ってます。デザインの基礎もないの。転職とか何だ。六角電波さん、ビルド3階でやってて、1階は幸福の科学の教会が入ってる。コメントはしませんけど。なんすかね、集会の帰りがけによってくる。いや、まあまあまあ。そういう宗教とね、隣接してる商売は儲かるって言います。やめなさいよ。敵を作りますよ。はい、六角電波さん、坂の下にあって、おばあちゃんが雨降ると土がねえとずっと言っている。さあ、10秒切ってます。はい、さあ、後半戦ですね。ラストを出せるか、ここで時間が来ました。ペンを置いてください。さあ、田野さんは、お互いなしかな。田野さんどうですか。なし。はい、わかりました。それではジャッジに参りましょう。さあ、11戦目です。後半戦どうなったのか。さあ、ごめんなさい、失礼しました。まあ、それでは面白かった片方に拍手をお願いします。向かって左、玉さんが良かった方、拍手。向かって左が良かった方、拍手。玉さんが良かった方、拍手。
れもじゃあ同時にいましょう。せーの、タノ勝者。ありますか。元データ無事だったらしいんで、今日帰ったらタノキミテルをあげます。よゲロスベしてる。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 